はいどうもこんにちは、グッドカラーチャンネルのゼミタです。ということで今回はトヨタ新型ランドクルーザー300系の見積もりをいただきましたのでご紹介していきたいと思います。ということで2021年の8月に発売予定となっています。14年ぶりのフルモデルチェンジですよね。もう皆さんも大注目の1台だと思います。私もこれ買おうかどうかめちゃめちゃ迷ったんですけど、ランドクルーザー300系買います。買って実際にインプレッションを皆さんにお届けしていきたいと思います。まあそのあたりの詳細は別に動画作りますので、ぜひそちらをご覧ください。ひとまず今回は見積もりということで、まずはグレードであったり価格をおさらいしておきましょう。価格に関しては GX が510万円、 AX が550万円、 VX が630万円、 ZX 730万円、それから GR スポーツ、これが770万円となっています。あとはディーゼルモデルが追加されて、これ ZX 760万円、 GR スポーツが800万円となっています。価格そしてグレード展開についてポイントをまとめてみました。まず1つ目、200系に比べると各グレードそれぞれ約30万円ずつアップしています。モデルチェンジで価格が上がるっていうのはどうしても仕方ないです。これどのモデルもそうなんですけど、ただその中で新型ランドクルーザーは新しいプラットフォーム GAF と呼ばれる、これまでにもね採用されたことがないプラットフォームを使ったり、あとは新しい機能、実際に後席のシートベンチレーションであったり最新の運転支援システムが入っていますから、これらを含めて30万円で抑えたトヨタさんはこれすごいなと思いました。そして2つ目、 GR スポーツが新しく登場しました。そもそもランドクルーザーはもう言わずと知れた本格派のオフローダーですよね。ですがその中でさらに専用の内外装を身にまとって、メカニズムもまたこれスペシャルなものが与えられてるんですよ。それで武装したモデルが今回は GR の冠をかぶって同時に発売されます。3つ目のポイント、グレードごとの座席数に注意してください。5人乗り仕様がガソリンエンジンは GX のみ、ディーゼルモデルは ZX と GR スポーツ、それから7人乗りがガソリンエンジンだと AX、VX、ZX、それから GR スポーツとなっています。では続いてボディサイズ、それからボディカラーを見ていきましょう。全長が 4985mm、 全幅が 1980mm、 それから全高が 1925mm となっています。実際にランクルの200系と比べるとほとんど大差ないんですよ。あとオフロード性能に関わる部分も200系と変わらず一緒です。ボディカラーに関しては全6色、ただし専用色があって、プレシャスホワイトパール5万5000円のオプションカラー、これが ZX と GR スポーツだけになります。そしてホワイトパールクリスタルシャイン3万3000円のオプションですけども、これが GX、AX、VX に用意されているホワイトカラーになります。あとはアバンギャルドブロンズメタリック、これが GR スポーツには設定されていません。続いてはパワートレーン、それから燃費を見ていきましょう。パワーユニットに関しては今回2種類あります。ガソリンエンジンが V6 の 3.5 リッターのツインターボ、これが415馬力発生して、さらにトルクは650ニュートンメーター、しかも2000回転から発生するんですよ。そしてディーゼルエンジンに関しては同じく V6 の 3.3 リッターのツインターボになります。最高出力が309馬力で、トルクが700ニュートンメーター、そしてガソリンモデルよりもピークトルクの発生回転数が下がっていて1600回転からということになっています。それぞれのポイントをまとめてみると、まずガソリンエンジン、これに関してはターボ化したことによって先代の 4.6 リッターの V8 の NA エンジンからダウンサイジングが行われています。そして最大トルクは650ニュートンメーター、それから TNGA でボディ重量が約200キロ、これ軽量化されているので0100キロ加速は6秒台なんて噂もされてますから、なかなかの直線番長になるんじゃないかなと思います。そしてディーゼルエンジンに関してはこれも完全なる新開発の 3.3 リッターツインターボです。欧州ライバルがだいたい直6とか V6 で3リッターのディーゼルターボっていうのを搭載してるんですけども、まあそれに匹敵するスペックっていうのを誇ります。まあ、あとはディーゼルエンジンがやっぱり100系以降を途切れていたので、まあ、ここで満を持して登場と
ということで、まあ、喜んでる方も非常に多いと思います。あとはトランスミッション、これが FR ベース用のギアボックスになっていて、ダイレクトシフト 10AT、まあ、いわゆる10速の AT になってます。14年前に登場した 200KT 6速の AT だったんですよ。なので4つも段数が増えるって、まあ、これもなかなか異例ですよね。燃費に関してはガソリンモデルが 7.9 キロから 8 キロメーターあたり、そしてディーゼルモデルが 9.7 キロメーターとなっています。ただしまだこれはメーカーの目標値になっていますので確定ではありません。とはいってもランクルの200系の時に比べるとどちらも燃費数値は向上しています。お待たせいたしました。ではここからは実際に見積もりを見ながら、一体いくらで乗れるのか、それからグレード別の主要装備、メーカーオプションなどを見ていきたいと思います。まずはベースグレードの GX、 これがお支払い総額599万2550円となりました。この金額でランクルに乗れるのっていう、安くないですか、600万円アンダーって。ということで車両本体価格は510万円となっています。それからメーカーオプション35万5300円、これでフルオプションとなります。付属品の価格は25万5750円で、付けたものは ETC のセットアップ費用、 ETC2.0 のユニット、ドライブレコーダー、それからテレビ機能がついたナビキットになります。米印3番の税金保険料、これが21万370円となっていますけども、まあ、排気量が下がっているので税金なんかは少し、まあ、200件に比べると安くなっているんじゃないかなと思われます。そして OSS の申請代行費用、これが3万4100円となっています。これは地域によって変わりますので、まあ、若干前後すると思ってください。あとは納車費用7150円、これに関しても店舗で納車すれば外していただけます。それから下取り車の手続き代行費用っていうのが入ってるんですけども、これも下取りがなければ省略してもらえます。資金管理料金は290円、預かり法定費用、それからリサイクルの予託金、それらを含めて19690円となっています。主要装備に関してはこのような形になっていて、まあ、メカニズムに関してはほとんど上位グレードと大差ありません。さらに言うと、まあ、機能面のブレーキホールド、それから先進安全装備なんかもプリクラッシュセーフティーとかブラインドスポットモニターとか、いわゆるその安全系の部分はしっかりついてますから、まあ、そこは十分いいかなとは思います。ただし、まあ、GX グレード一番ベースのモデルですから、まあね、正直言っちゃうと質感とか機能面にはやや物足りなさっていうのを感じますね。そして好みの分かれるシートのマテリアル、これもファブリックになっていますから、まあ高級感はおそらくないんじゃないかなと思います。メーカーオプションに関してはちょっとね注意してほしいところがあります。まず T コネクトの ST ナビゲーションが選択できません。このランドクルーザー300系には9インチのディスプレイオーディオが標準装備になっています。ですから先ほどのディーラーオプションのナビキットっていうのを活用すればマップ機能も使えるんですけども、ただこの T コネクトの ST ナビって結構リセールに関わってくるので、まあ、そのあたり考えてる方はちょっとね GX はやめた方がいいんじゃないかなとは思います。あとムーンルーフもこれ選択できませんからちょっと気をつけてください。あとまあどうでもいいっちゃどうでもいいんですけども、樹脂製のフロアカーペット、これがね GX の専用オプションで他のグレードでは選択できませんでした。ということでこの GX グレード、まあ、新しいエンジンであったりプラットフォーム、これらの性能っていうのは上位モデルと同じです。さらに言うと、まあ、ブランドキングのフルサイズ SUV が600万円アンダーで乗れるって考えたら、これはね間違いなく安いと思うんですよ。ただそうは言っても、まあ、質感機能面若干気になります。ただメーカーオプションのナビとかムーンルーフがいらないって方、かつ5人乗りでもいいよっていう方にとっては、まあ、これはねすごくコスパのいいグレードかなとは思いました。続いては2番手の AX になります。これのお支払い総額が670万6750円となりました。うん、 GX に比べるともちろん高くなってます。でもこれ70万円プラスで670万円でしょ、まだまだ全然お手頃感はありますね。ボディタイプは7人乗りということで、ガソリンモデルは AX 以上から7シーターに変更されます。
そして車両本体価格は550万円で40万円アップ。メーカーオプション価格はフル装備にすると84万400円となっています。結構高いです。そして付属品価格は7万3150円となります。これが結構安くなりましたね。税金・保険料の区分で変わっているのは環境性能割が9万9600円にアップしています。それ以外は全て一緒です。主要装備に関しては GX に比べるとやはり質感、それから機能性が向上しています。なのでまず一つはここがポイントですよね。それからセブンシーターになりますし、あとは2列目が4対2対4の分割加藤式になるんですよ。なのでここで利便性もさらに上がるということになっています。メーカーオプションのポイントは GX に比べるとオプションが充実しました。 T コネクトの ST ナビゲーション、さらにはタイヤの空気圧警報システム、トノカバー、ムーンルーフ、クールボックス、これらが GX では選択できなかったんですけども AX から装備できるということで、まあおそらくこれだけつけることができたら全然個人買いでも文句ないレベルかなとは思います。ということで総評です。 GX では物足りなかった質感、機能面が40万円の差額によって高まってます。それから7人乗り仕様になることと、あとは T コネクトのナビとムーンルーフが選択できるっていうのはこれ結構熱いです。例えばランドクルーザープラドとか欧州の D セグ SUV から乗り換えをするっていうアップサイザーの方にも、まあ、おすすめできるグレードかなとは思いました。続いては VX グレード、いわゆる中間モデルになります。これのお支払い総額が759万6850円となりました。 AX に比べるとここでね、なんか結構上がったなって感じがするんですけど、おそらくこの700万台に乗ったっていうのが結構インパクトあるんじゃないかなと思います。ボディタイプ、排気量などなどは全て一緒です。で、車両本体価格は630万円で、先ほどの AX に比べると80万円アップとなります。いや結構上がりましたね。で、メーカーオプション価格はフル装備で91万7400円、それから付属品価格は先ほどと一緒です。あと税金に関しても環境性能割が11万2700円となっていますが、それ以外に関しても同じです。主要装備、ここが結構重要なので絶対聞いてください。レーントレーシングアシストがつくのは VX グレードからとなります。もう一度言います。レーントレーシングアシストは VX グレードからです。なので GX、AX では車線中央維持機能はありません。これね、ほんと注意してください。高速移動するときにレーダークルーズコントロールと、あとは車線中央維持機能使う方ほんと多いと思います。でも AX グレードを間違って買っちゃうと車線中央維持してくれませんから、本当にねこれ気をつけてください。結構トラップですよね。それ以外のポイントとしては、内外装の質感もちろん上がります。さらに注目点はホンガーシートになることと、ヘッドアップディスプレイとかシートベンチレーション、これらの嬉しい快適装備がついてくるっていうところかなと思います。あとはサードシートの格納方法が電動に変更されます。なのでここも結構大きな違いかなとは思いました。メーカーオプションの特徴はハンズフリーパワーバックドア、これが選択できるようになりました。あとムーンルーフに関してはリモコン機能っていうのがつきます。 VX の総評します。もう一度お伝えしますけども、レーントレーシングアシスト、これが VX 以上からとなりますから、AX と VX でどうしようかなって悩まれている方は、まず一つの指標は運転支援システムを使うかどうかで判断してもいいかなとは思います。あとは長く乗るからもうそれなりに快適装備は整っていてほしいなっていう方だったら、もう最初の初期投資は大きいですけども、もう初めから VX 買っておいた方が後悔はしないかなとは思います。さあ、いよいよ大本命の ZX 参りましょう。これがガソリンエンジンとディーゼルエンジンあるんですけども、まず見積もり両方とも紹介してから、それから ZX の主要装備であったりメーカーオプションのポイントをまとめてお伝えします。まず ZX のガソリンエンジンを搭載するモデル、こちらのお支払い総額が868万7250円となりました。おー、 VX に比べて100万以上上がったよって思われてる方も多いと思います。ただそれにはやっぱりからくりがあって、
車両本体価格が730万円で、もうこの時点で100万円アップなんですよ。そしてメーカーオプションに関しては97万6800円、もう間もなく100万って感じなんですけど、まあここでだいたい6万円ほどアップしています。そして付属品は7万3150円で変わりません。あと税区分に関しても環境性能割が13万1400円で変わってます。それに加えて実はこの ZX では重量税が7万3800円で1万2000円ほど上がってるんですよ。それ以外の申請代行費用であったり、あとは預かり法定費用、それらは変わりません。じゃあもう一発いきますよ。次はディーゼルモデルの ZX になります。これのお支払い総額が876万9950円となりました。これね、面白いのがやっぱり車両価格で見ると30万円ほど差額出てるんですよ。ただ税金の関係でこの差額がだいたい10万円ほどということでかなり埋まりました。実際にディーゼルの ZX の車両価格は760万円で30万円の差額。メーカーオプションに関しては97万2400円、これフル装備です。でもガソリンモデルよりも若干安いのは、実はこの5人乗りのモデルっていうのはトノカバーが標準装備なんですよ。でさらに言うと寒冷地仕様はディーゼルの方が高いです。なのでまあそれの差し引きをすると若干ディーゼルの方がメーカーオプションの総額は安いということになっているんです。付属品に関しても ETC のセットアップ費用、それからドライブレコーダーは変わらないんですけども、フロアマットが2列用になりますから3万1900円で若干安くなっています。それらを合わせて6万5450円となりました。そして一番の大きな違いはやっぱり税金のところかなと思います。ガソリンエンジンでは約20万円ほどかかっていた環境性能割と重量税、こちらがディーゼルでは免税非課税ですから0円になってます。いやでもね、ディーゼルはやっぱり走りもいいし、なおかつこういうお金の面も優遇されてますから、なんか本当ディーゼルっていいなと思いますよね。あとはそれ以外の部分は申請代行費用、それから法定費用なんかも変わりませんし、全て一緒となっています。では ZX の主要装備のポイントを見ていきましょう。まず VX に比べると見た目が激変します。というのもエアロタイプのフロントバンパー、サイドステップ、リアバンパーなどがおごられますから、まあ、この時点で外観は全然違うものになります。まあ、それの影響で若干アプローチアングルの角度が縮小されているんですけども、まあ、オンロードをメインで走るんだったらあまり関係ないところかなとは思います。あと20インチのアルミホイールもこれめちゃめちゃいいですよね。実際に写真でしか見てないんですけども、やっぱり18インチと20インチの迫力感の差っていうのは結構大きいですよ。それからメカニズムで言うと電子制御のダンパーが入ったり、あとはトルクセンシングの LSD がリアに入ったりします。さらにアダプティブハイビームシステム、それからリアのベンチレーション機能、これが ZX には入ってると。実際にアダプティブハイビームシステムは VX とかにも入れてあげていいんじゃないかなとは思うんですけど、このね差別化はなかなかちょっとトヨタ攻めてますよね。メーカーオプションに関してはお伝えしたい点が3つあります。まず1つ目、電動リアディフロックを選択するとトルセン LSD が非装着になります。まあ、正直オンロードだったらどっちも変わらないというか、あまりこう別に使うものではないですからどっちでもいいんですけども、ただオフロードの走破性能を考えるとやっぱりデフロックでもう強制的にタイヤを回してくれた方がスタックしにくいとは言われていますから、まあオフロードも行くしって方だったら電動のリアデフロックを入れておいた方がいいかなとは思います。あと ZX からサウンドシステムが JBL になって、スピーカーも10スピーカーから14スピーカーに増えます。3つ目のポイントはリアシートエンターテインメントシステム、これに関しては T コネクトのナビゲーションを装着した場合のみ選択可能となっています。ということでこの ZX グレード、まあ総評するとすれば VX に比べると100万円くらいアップしてるので、正直ねおっていうインパクトはあるんですよ。でもやっぱり圧倒的におすすめなグレードはこれなんです。というのもまず機能面の話をすると、アダプティブハイビームシステムとか
ABS っていう機能、やっぱりこれはねランクルクラスになってくると欲しいじゃないですか。しかもベージュの本革シート選択できるのがこれ ZX だけなんですよ。まあ出口のことを考えるのであれば、まあ思い切って初期コストかかりますけども ZX 買っちゃってもいいのかなとは思います。あとは ZX グレードからディーゼルエンジンが入りますから、ディーゼル味わいたいっていう方も ZX か GR スポーツになります。はい、ということでラストは GR スポーツになります。これもガソリンとディーゼル両方ありますから、先に見積もり紹介して後からまとめて主要装備とメーカーオプション紹介します。ということでまずは GR スポーツのガソリンモデルお支払い総額が907万4050円となりました。これね噂では1000万超えるとか言われていたんですけど、900万で抑えてきたっていうのはこれもなかなか素晴らしいです。ということでボディタイプに関してはガソリンエンジンなので7人乗り、あとのボディカラーであったりそういうところは全て一緒です。で車両本体価格は770万円、 ZX のガソリンモデルに比べると40万円アップとなっています。メーカーオプションはフル装備で95万4800円、それから付属品に関しては75,350円となっています。マットの金額が GR 専用になって41,800円となるので、若干このディーラーオプション価格っていうのが上がってますね。米印3番の明細を見ていくと環境性能割138,000円でここ変わってますけども、それ以外の金額に関しては ZX のガソリンモデルと一緒です。では続いては GR スポーツのディーゼルモデルになります。これのお支払い総額は904万150円となりました。あれ、こっちの方が安いじゃんって、さっき ZX だったらディーゼルの方が高かったよねって多分思われてると思います。そうなんですよ、実はねこれ GR スポーツに関してはディーゼルの方が安いんです。ただ安いのにはもちろんからくりがあります。まずボディタイプ、これはディーゼルなので5人乗りに変更されています。で排気量、駆動方式、ミッションなどなどは全て一緒です。車両本体価格は800万円でディーゼルの ZX から40万円アップなので、これはガソリンもディーゼルも金額差は一緒です。そしてメーカーオプション84万400円、これがちょっと安くなってるんですけど、実はここにねからくりがあるんですよ。付属品価格67,650円、これも若干ガソリンより安くなってるんですけども、 GR のフロアマット、これが2列用になって34,100円となっています。米印3番の明細に関しては先ほどの ZX のディーゼルモデルと全く一緒です。何も変わってませんのでここは割愛します。では気になる主要装備なんですけども、まずフロントのデフロック、それからエレクトリック KDSS、 これが入るのは GR スポーツだけなんです。だから、まあ、いかにこのオフロードに特化してるかっていうのはこのメカニズムを見ればまず分かりますよね。それから内外装に与えてある大型パーツ、例えばバンパーであったりグリルであったりシート、そういうところは全て専用品になってます。だからシートのマテリアルなんかも専用のブラック、もしくは専用のブラックとダークレッドを掛け合わせたものになっています。ただ ZX に比べて唯一不満点を挙げるとすればハンズフリーのパワーバックドアがなくなってます。ここはねご注意ください。そしてメーカーオプション、まずリアシートエンターテインメントシステム、これは T コネクトナビを装着すると選択可能、これは ZX と一緒ですよね。ただしリアシートエンターテインメントシステムとムーンルーフの同時装着がディーゼルモデルはできないんです。ここはほんと注意してください。だから先ほどメーカーオプションフル装備にしたって言いましたけども、実はこのリアシートエンターテインメントシステム入れてますからムーンルーフレスのオプションが入ってマイナス11万円になっていたんですよ。なので GR スポーツのガソリンモデルに比べて若干メーカーオプションの金額が安かったんです。 ZX はディーゼルモデルもできるんです。さらに言うと GR スポーツのガソリンモデルも同時装着できるんです。ただしディーゼルの GR スポーツだけできません。ご注意ください。この GR スポーツの総評すると、まあもちろん最上級グレードですから乗り出し価格もちろん高くなります。ただしオフロード色を強めたエクステリアとかメカニズム、これめちゃめちゃ魅力的ですよね。で街中で見かけるのっておそらく半数以上が
まあ、先ほどご紹介したオンロード最強の ZX になると思うんですよ。だから、まあ、個性を出したいっていう方にも結構おすすめのグレードかなとは思いました。ただしディーゼル車はリアエンターシステムとムーンルーフの同時装着ができません。本当これだけは注意してください。発売日は2021年の8月上旬と言われています。で、すでにもう先行予約開始してますから、欲しい方本当急いでください。というのもこれ別に無理にせかしてるわけじゃなくて、実はオーダー日が7月の1日だったんですよ。で、そこから1週間も経たないうちに1万8000台余りオーダーが入ってます。実際にランクルの国内割当てっていうのは月間台数600台と言われているんですよ。なのでそのまま国内台数の割当て増えない限りは、もう今の時点で一番遅い人で最大3年待ちっていう可能性も出てきてます。さらに言うと、これメーカーからまだオーダーストップはかかってないんですよ。ただ販売会社がもう受け付けるのがもうできないっていうところで断ってるっていう事例もいくつかあるそうです。だからもしかしたらもうメーカーサイドでオーダーストップかかるっていう可能性もありますし、逆に言うと今オーダーかけているオーナーさんにも、ごめんなさい、やっぱりキャンセルでお願いしますっていう、そういうちょっとプラドのね悪夢が蘇ってくるんですけど、その可能性も現時点で全然ありえますから、ほんとね、ちょっと欲しい方は急いだ方がいいです。あと値引きに関しては皆さん一番気になってるところだと思います。もう5万10万しか引いてもらえないって方もいれば、逆にもうありえないくらい50万60万引いてもらったっていう方もなんかネット見てるといますけども、まあどれも信憑性正直ないですし、まあその中で実際に私がいくら引いてもらったかっていうのは実際にその契約編でご紹介したいと思いますから、ぜひそれも楽しみにしてください。ということで今回はランドクルーザー300系の見積もり編を紹介してきました。次回のランクル300系動画もお楽しみに。